タム2020でございます。いやー、来ていただきました。今日のゲスト、自己紹介していただきたいと思います。皆さん、こんにちは、ジジイ佐藤です。よーし、待ってました。待ってましたよ。全部一丸となってね。我々待ってましたけれども、はい、ノベマーと申します。お願いします。夏用です。あ、佐藤です。よろしくお願いします。可愛い女性です。おう。ね、もうはじめちゃんと呼んでましたけど、はじめから。先生のこと。昔ね、なんていうの？お二人は先生ですよ、先生。うん、そうか。他のも聞いたことあるもう、窮地の中というか、お互い師匠と弟子みたいな関係でもあるわ。いや、そうでもない、お友達よ。いや、お友達、まあ、お友達のようには仲いいですけれども、はい、メンタルのことに関しては師匠、師匠、私の師匠なんで。なるほど、はい、自分の成功はもう先生のおかげと言っても過言ではないと思ってます。始めちゃいます始めちゃいます。いや、よくやってください。そのぐらいの方です。そのぐらいの方です。すごいね、本当にね、はい、一番頑張ってやってくれて、うん、ね、いろんなエピソードあるんだよね。練習の時からも疲れるって最初言ってたよね、うん、普通のフリーバッティングの時から、はい、ね、一生懸命やるから、はい、でその強弱をつけろって言われたんですよね、うん、練習の時そんな一生懸命やらなくてもいいだろうと、はい、言っても試合って140試合もあるんで、はい、練習まで一生懸命やったら持たないぞと、うん、その真面目な性格をね、こうバレちゃいました。あ、今日も抜きなさいよって言われましたね、はい、やっぱりもう真面目でいらっしゃいますもんね、いろんな。やらしいんだよ、練習やらしすぎるからね、くたびれちゃうんだよ。そのライオンズ側だってことですか。いきなり批判ですか。ライオンズだけじゃない、ね、どこのチームも一緒、だからね、もう少しね、なんていうのかな、これは野球だけじゃないの、はい、僕らがラグビーもしてたから、うん、ラグビーなんかもね、もうね、すごいじゃないね。野球は試合楽だけどね、はい、ラグビーは試合楽じゃないの、うん、タックルしたりね、それラグビーはそれ種目ですからしょうがない。野球も楽じゃないからですよ。野球は悪いけどね、楽じゃないとピッチャーだけだと思うんだよ。簡単にもう皆さんご存知ですけど、ジジイ佐藤さんの経歴をね、ご紹介していただきますけど、はい、千葉県市川市生まれ、1978年にお生まれになったということで、長打力を武器にさまざまなチームが活躍されたということで、桐蔭学園高校から法政大学、そしてアメリカに一旦行かれてから、セブンライオンズに入られた、そこで先生と出会ったということなんですね。そうですね。で、先生がおっしゃるのは一番の優等生。優等生の人は。で、ご自身はそのメンタルトレーニングの成果というのがすごく出たという実感はあったわけですか。そうですね、まあ、入って2、3年は、まあ、2軍と1軍行ったり来たりだったんで、何かこう、自分なら足りなかったんですよね。実力は負けてる自信はなかったんですけども、何か足りてないっていうのを感じていて、まあ、そこに先生がいらっしゃったんで、メンタルのところをちょっと強化したいなっていうところで、はい、まあ、門を叩いたんですけど、もう佐藤さんから。もう、西武契約で、チームと契約されてた。いらっしゃったんで、はい、これは使わない手はないと思いましたね。はい、もう利用してやろうみたいな。いや、それが一番だった、はい、ね、だからね、みんなね、使ってくれた選手はみんなね、ピッチャーでもバッターでもね、うん、そこそこで、だけど彼ナンバーワン。具体的にどのようなトレーニングをどのぐらいして、うん、どういう実感だったのかっていうのを聞きたいんですけど、これですよ。これは久しぶりに久しぶりに感じましたよ、これ本当に。いいね、名前覚えてます、これの。何でしたっけ、これ。GSR2 って言って。これ指を乗せ、音がしなくなるまで。そうです。最初なんか、うん、新手の宗教かなと思って。最初ちょっと怪しいですよね。非常に怪しいんですよ。やばい。怪しいんですけど、やっていくと結構集中できるというか、無になれるか。やっぱ考えすぎてしまうんですよ、どうしても。はい。無になる方が難しいんで、うん、まあ、これを使って無になる練習。これはもう嘘発見器みたいなもんで、音の高低差がずっと下がっていって、はい、気持ちが落ち着いてきたり、君の力が抜けていくと音が止まるんですよね。その感覚を、じゃあ体で、はい、そう覚えて、はい、うん、それはどういう時に生きた感じですか。もちろん打席に入る時っていうのは、はい、考えすぎてしまうんですよ、うん、結果も欲しいですし、失敗も怖いですし、うん、そこをいかにこう余計なことを考えないか、こうのめり込んでいくかってことが大事なんで、はい、こう打席に入る時に、あの時の音がスーッとなくなってきた時のことを思い出しながら打席に入るんですよ。すごいね、さっきやってみたんですよ、彼女が。どんどん上がれっぽい。頑張ってって言えばいいほど、うーん。
まあ、どうしても試合に出ると興奮してしまうので、はい、そこを抑えていくっていうことの方が重要なんですよね。力を抜くってことの方が難しいんで。この時の感覚は打席まで持っていけるもんなんですか？もうイメージですよね。何回も繰り返すことによってその時イメージっていうのもついてるんで、体に、はい、さっき言ったね。なるほど。でもうね、時々言ったんだけどね、誰か、あのスタンドのあんなうるさい声が、聞こえないって言ったよね、はい、そうなんです。何も聞こえない集中すると思う、すごいな。今でもソフトバンクにいたガトムソンというピッチャーが今でも覚えてるんです、いたんですけど、その対戦の時に、もう集中の、まあ、極限状態だったんだと思うんですけど、はい、こう球場とかピタッとやんなんですよね。無音になったんですよ。すごい音してるのよ、実際ね。ダウンダウンみたいな太鼓叩いたり。その時はすごくいいパフォーマンスで自分の中でつながった。打席に入った瞬間に打てると思いました。はい、あの辺に打つっていうイメージもできたんですよね。その通りにボールが来て、その通りに打ち返せました。いやー、かっこいいじゃん。いや、かっこいいの何度もやったんだから。ちょっと。そのシーンを、その体験を僕は言ってなかったです、誰にも、うん、でも先生はすぐ僕のところに来て、ガトムソンあの打席、そのアローザルに入ってたでっていうふうに当てられたんですうわー、すげえ。その時に、この先生、ただもんじゃねえと思いました先生すげえ。いやいや、だけどね、みんなね、見てるからね、分かってくるのかな。だから人気が出るんだよ、すごい。そっから人気出たもんね、はい、それでファン投票で選ばれて、うん、ちょっと先生お時間なら次回それ、はい、おすごい面白い話どうだった超興味になりましたお酒の次回ちょっとお楽しみ、これの価値が来るのかなじゃあ佐藤さん、次回も引き続きお話しさせていただきます。マックスですからね、はい、コメント2020でした。次回お話しさせていただきます。